超絶対健康法、奇跡のヒーリングパワー、大川隆法。第1章、健康と幸福、あなたのストレスを解決する秘訣とは。6、信仰心が長寿と健康の秘訣。真理にのっとった生活が光を強くする。病気対策について、病院で行っていることに宗教があまり口を出すと営業妨害になるので差し控えますが、本当は宗教でも病気をかなり治すことができるのです。その根本にあるのは信仰心です。信仰心をきちんと立て、真理にのっとった生活を実践し、光が強くなってくると自分の病気も治せますし、他人の病気もある程度治せるようになるのです。特に悪霊の憑依が原因になっている病気は治しやすいと言えます。前日のように幽体の部分に異変が起きてから肉体に病変が現れてきます。幽体に異変が起きるほどの長期の霊障、悪霊の影響を受けないようにするためには、真理の生活を実践していくことがとても大事なのです。全体的に見て、光明思想的な明るい考え方を持っている人は、長寿で健康を維持できることが多いと言えます。物事には明るい面と暗い面がありますが、明るい面を見て暗い面を見ないという傾向の強いタイプの方が長命で健康であることが多いのです。また物事にこだわらず、くよくよせず、さっぱりしたタイプの人の方が病気をせずに長く生きられるケースが多いようです。さらに他人に対する依存心の少ない人の方が、かえって人間関係はうまくいくことが多いのです。年をとっていても自立して生きていこうという気持ちを持っていると、親子関係や兄弟関係、夫婦関係においてうまくいくことが多いのですが、逆に誰かに依存しないと存在できないような生き方をしていると厳しい結果になることもあります。良好な人間関係は独立した個人の間にこそ築きやすいものであるということを知っていただきたいと思います。医学と信仰の中道を見出す。実際に信仰によって病気は治ります。今後そういう内容の説法も増やしていきたいと思いますが、日本には医師法という法律があり、原則医者でなければ医療行為をしてはいけないことになっています。しかし過去宗教では病気を数多く治してきました。今は宗教で病気が治るとは言いにくい世の中なので困ったものです。現代文明の下地には唯物論があるため、宗教にとっては信仰心が立ちにくく、非常にやりにくい時代になりました。ただ医者も生計を立てなければいけないでしょうから、ある程度妥協しなければいけないとは思います。病気になった時には病院に通っても良いのですが、信仰を持っている方がより一層病気からの回復が早くなりますし、人生の目的と使命がよくわかり、
幸福な人生を送れるようになるのです。そういう考え方のあたりで中道を見出しているのが現在ただいまの東海のあり方です。以上、健康と幸福というテーマで述べました。参考になれば幸いです。